はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの分解についてお送りします。で、前回ベクトルの平行をやったんで、今回分解ですね。で、大きな問題、この問題ポンと1問なんですが、小問が4問あるタイプになってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題はワークにはまあよく見る、すごい自分もよくね、高校の時にやった印象のある問題なんですけど、まあ、すごく有名なタイプの問題になります。で、正六角形が多いですね、基本的には。まあちょっとこれフリーハンドなんで申し訳ないんですけど、正六角形があると、 ABCDF がね。で、 AB ベクトルが A ベクトルです、今で、BC ベクトルが B ベクトル。つまり、ここの AB ベクトル、ここが A です。一応書いておこうか。これが A。で、BC ベクトル、ちょっと色変えようかな。これが B ベクトル。で、そうするときに次のベクトル、まあ4つありますけど、こいつらをあの2つのベクトルを用いて表そうというタイプの問題です。で、今回はここが A。で、ここが B になってますけど、問題によってはここが A で、ここが B だったり、ここが A で、ここが B だったり、いろいろあるんですけど、どのタイプだとしても関係ないです。やり方はまず同じ。で、これもね、いろんな教え方をする先生いらっしゃるんですけど、自分ちょっとパズルゲームみたいな感じでこれ解くのが好きなので、ちょっとゲーム感覚でやらせてください。で、どうやるかっていうと、アイテムとして今持ってるのはこの A ベクトル。で、書いておくと、こっち向きって正六角形なんで全部辺の長さ一緒なんだよね。そこが特徴なんだけど。だから、もうこっち向き、左下のね。これは A ベクトルって思ってください。で、先に言っちゃうと、ベクトルってのは位置が関係ないので、この ED、ここね、こっち。もう、これとこれ同じでしょ？こうなってるから。つまり、使わないですけど別に。ここに関しては A ベクトルって置くことができます。そこもね。もう向きが大事だから、大きさ全部同じなんでね。で、BC ベクトルだから、かぶりそう。こっち向きが B ベクトルなんです。で、自分がよく使う大事なことってよく言うのは、この2つしかないんだけど、実はあと2個アイテムが追加される、自動的に。で、何かっていうと、これ逆ベクトルです。つまり、こっち、ちょっと、まあ、いいか。これが逆ベクトルだから、マイナス A ベクトルになります。こっちね。で、B も同じ。真上の方向を使いたかったら、これがマイナス B ベクトルと使うことができます。で、1番。AF ベクトルね。ごめんごめん。こっちです。で、自分がよくやるのは、ちゃんと書くんだったらね、AF ベクトルを分解してとかやっていくんですけど、結局、あ、まあ、1番ちゃんとやるか。AF ベクトルって視点がここ、スタート地点が A で終点、ゴールが F でしょ。つまりこうなんだけど、そこに行くためにはどういう道をたどったらいけるかなってよく考えます、俺は。で、例えばこれまあいろいろルートありますけど、近いとこだったらこう行ってこう行ったらいけるじゃん。 AO 行って OF 行けば A から F にたどり着けるでしょ。だから AO ベクトルプラス OF ベクトルって分解することができる。ね、こうなってるからこう言ってこう言ってもいいじゃんっていう。で、そうすると AO ベクトルって何か。今 AO って下に一マス分でしょ。下に一マスってさっきあったじゃん、ここに BC で。だからこことここ下に行ってる、同じだからね。 AO は B ベクトルと同じなんです、下に行ってるから。で、OF ベクトル、こっち。どこかっていうと、右上に上がってるの。さっきあったね、これです。マイナス A ベクトル、上に行ってるから。だから、OF ベクトルは、マイナス A ベクトルと同じ。もちろん、これでも答えいいんだけど、まあ、一応 A が先にしておきたいんで、答えとしては、マイナス A ベクトル、プラス B ベクトル。これが答え。まあ、パズルゲームっていう印象はないかもしれないですけど、自分は最初にアイテムを揃えて、あとは組み合わせを考えるだけなんで、いつもパズルだなと思って解くんですけど、こんな感じで解いてみてください。で、あと全部同じね、 B E ベクトルです。
で、もう分解しません、あえて。B ベクトル、こっからこっち、右下に2つ行ってる。で、BE はどうやって辿っていけばいいかっていうと、これはどう行こうか。あ、今、そうか。AF が出たんだよね。AF が出たってことは、一応赤でいっか。ちょ、点線でごめんね。この右下の AF がマイナス A ベクトルプラス B ベクトル。つまりさっき出したやつね。右下が使える。で、よく見ると、B ベクトルって右下が2マス分なんだよね。右下に2マス分。つまり、AF、こいつの2倍なんだよね。だこいつの2倍っておくことができるから、青だった。2倍の AF、あれだから、マイナス A ベクトルプラス B ベクトル。つまり、2を分配して、マイナス 2A ベクトルプラス 2B ベクトルと。これで OK となります。では、ガンガンいきましょう。次、DA ベクトルですね。これ、下入るかな。ちょっと詰めた方がいいかな。ごめんね、最近ね、こう板書の幅ミスりまくってるからさ。で、DA ベクトルが、D がスタート、A がゴールなんで、上だね、真上に2マス分。で、さっき、真上に1マスが、マイナス B って分かってるから、それの2マス分。つまり2倍でしょ。だから、マイナス B の2倍なんで、マイナス 2B ベクトルと。で、心配なので、ちょっと右行こうかな。4番。DF ベクトル。で、DF が、ここちょっとね、特殊で、DF がね、こうなってるんですよ。こうなってる。だけど、大事なことは、スタートがここで、ゴールがここなの。本当はこういうベクトルなの。あえて書かないけどね。もうスタートとゴールを押さえてしまえば、どう行こうかなって。で、これは、DO 行って、OF 行ってもいいし、DE 行って、EF 行ってもどっちでもいいです。構わない、どっちでもね。で、じゃあどっちから行こうかな。DE から行こうか。こっち。で、DE は右上に上がってるでしょ。で、右上に上がってるのはここにある。ちゃんと。だから、DE がマイナス A ベクトル。で、EF、上に上がってるのはこれ。マイナス B ベクトルなんで、マイナス B ベクトル。これで OK となります。なので、ポイントとしては、必ず、まあ、必ずって言ったらあれだけど、ベクトルが2個与えられます。こうやって。A と B って大体がね。でそしたら、その逆ベクトルのマイナス A とマイナス B も用意しておく。そしたら4つアイテムが揃うから。で、それを使って解いていきます。で、ここでやったように、AF、右下に下がるベクトルを出して、その途中で出したものも使ったりします。その後にね。だからそういって、ね、アイテムを増やしていって、その揃った。アイテムでパズルのように組み立ててスタートからゴールどういけばいいのかなっていうふうに考えれば解くことができますので、ぜひね、まあ、こんな感じでやってみてください。では今回は高校数学数 B のベクトルの分解についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がちょっと話が変わるんですね。ベクトルの成分が始まります。ちょっとね今までのこれとガラッと話が変わっていくんですが、まあ、ベクトルの新しい面をね、出していくところになりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。